ラインディ・サンドバーグは、アメリカ合衆国、ワシントン州、スポケーン出身の元プロ野球選手及び監督。ポジションは二類種。他に、遊撃種、三類種としてのプレー経験がある。右ト右打ち。ニックネームは、ライノ。高校時代は、野球の他に、バスケットボールやアメリカンフットボールで、州代表に選出された。 ワシントン州立大学のフットボール部からは、奨学金が提示されたが、野球好きの両親の影響などで、1978年にフィラデルフィアフィリーズからドラフト1位に指名され入団。1981年9月2日にメジャーデビュー。ラリー・ボーアの後釜として注目されたが、13試合の出場で打率。167に終わった。 1982年1月27日に、イヴァン・デ・ヘスーストのトレードで、ボアと共にシカゴ・カブスへ移籍。遊撃手から三塁手へ転向し、1982年は、開幕からメジャーで出場。最初の32打数で1安打にもかかわらず、安定した守備のため、起用され続けた。156試合に出場し、打率、271.7本塁が、 103得点32盗塁を記録し、新人王の投票では6位に入った。論性の加入に伴い、二類種へ転向。1983年は、ゴールドグラブ賞を初受賞。以後、1991年まで9年連続で受賞。身体能力が優れていたにもかかわらず、意図的にゴロを打つことに終始していた、サンドバーグに対し、ジムフライ監督は、 カウントが有利な時は三塁線にファウルを打つつもりでバットを振ってみたらどうだとアドバイスを送った。このアドバイスが的中し、1984年にはオールスター初出場を果たし、1993年にかけて10年連続で出場。チームオナリーグ東地区優勝に導き、200安打に加え、二塁打、三塁打、本塁打、投塁,塁が、 いずれも20以上というメジャー史上初のザ200から20202020 2020クラブに三塁打と本塁打が一本ずつ足りず逃したがナリーグ MVP に選ばれたこの記録は2007年ジミー・ロリンズが達成した1986年の日米野球で来日しアリーグのスーパースターカルリップ兼遊撃手とメジャーでは実現しなかったに勇敢を組んだ その後も活躍を続け、1989年には本類打数が30の大台に達し、1990年5月18日にかけてジョー、上毛岩の二類種としての91試合連続、無失策のメジャー記録を上回る123試合連続、無失策を記録。同年、二類種としては、ロジャース・ホームスビー、デーブ・ジョンソン以来史上3人目の40本類打を記録。 1992年3月2日にメジャー史上最高額となる4年総額2840万ドルで契約延長。契約を満了していないにもかかわらず、1994年6月13日に離婚問題のため現役引退。1年半のブランクを得て1996年現役復帰し、1997年2度目の現役引退。 二類種としての通算277本類なは、メジャー記録であったが、2004年に、ジェフ・ケントに抜かれた。サンドバーグのカブス在籍時の背番号、23。シカゴカブスの A 級欠番に2005年指定。A 級ピオリアチーフス監督時代引退後、2005年にアメリカ野球伝道入りを果たす。伝道入りを記念し、フルスカブスは、サンドバーグ在籍時の背番号、23を、 A 級結番に指定した。2007年に、カブス参加 A 級ピオリアチーフスの監督に就任。2009年に、A 級テネシースモーキーズ。2010年に、ル a 級アイオワカブスの監督を歴任する。2011年から、フィリーズ参加トリプル a 級リーハイバレーアイアンピックスの監督を務め、2013年シーズンにより、フィリーズの三塁コーチを務める。 同年8月16日、チャーリー・マニエル監督が解任されたため、シーズン終了まで監督代行を務める。11月22日、翌2014年シーズンから監督に昇格することが発表された。契約は2016年までの3年契約で、2017年の契約はオプションとなる。2015年6月26日に、 成績不振を理由に辞任を発表した。2016年よりフルスカブスのアンバサダーに就任している。ありがとうございます。